大谷翔平9月19以降の得点圏限界突破化け物かな。これポストシーズンで満塁大谷敬遠あるぞ。そんでブチギレレッツがグランドスラムな。俺たちの思いが大谷さん活躍の腹動力になる。やおでもなきゃこんな数字出ねえだろ。そんな男が手にした美しい妻と犬がこちら。人間やめてきてんなどうなってんだよ。ザコ狩りだけじゃなくパドレス戦も含んでるから価値がある。セプテンバーモンスターやなオクトーバーモンスターにもなれるかな。打率3割で見栄え良くしたら化け物と思ってた時期が僕にもありました。なんだよ3冠狙えるって。とうとう落合を超えるのか。これがピッチャーでリハビリ中化け物だね。もう化け物って言葉すら生ぬるいな。しかも一番大事な優勝を決める試合の中でこれだからな。若さよが言う大谷はプレッシャーに弱いとは何だったのか。 OPS3 なんて見たことないわ。この間だけならモンズを余裕で超えてるな W。 ご視聴ありがとうございました。